やっていこう。うん、いいね。あるけどね。次はシュシュ作ってきて。現状の敵でどうすかね。なんかやっぱ自分たちがやってる客観的に見れないから難しいです。なんかだから面白いのかどうかとかがなんかずっ練習してると分かんなくなってくるっていうか、人が初見で見てどう思うんだろうなってなんか分かんないから、うん、ちょっとじゃあ誰かに見てもらってください。それを一回やってみたいです。他の人たちとこう見た時にどう思うかっていうのが一番の。AKB48 大家中西の MI への道、アイドルの挑戦。はいはい、ということで今日は、うん、お仕事でメンバーと何人か会うことがあるんで、そう、ね、そう、ということはメンバーに歌を見てもらういや待って、めちゃくちゃ恥ずかしいんだけど、どうしよう。見てもらうっていうのがなんか本番より緊張する気がする。なんか私これで、ね、笑わなかったらどうしよう。作り直して嘘でしょ、一生懸命やったのに。あとそうですねちょっと自信がいやなんか一回だけ撮った動画を漁師に見せたんです、うん、あ嘘。そしたら親バカかもしれんけどめちゃくちゃ面白いって言われたから分かったじゃん、まあ、絶対そう言ってくれるって。自信ついてるところはあります。じゃあ絶対そう言うじゃん。やってたら見てたみたいなやつ。やってたら見てた方が嫌じゃない？あ来てくれてる。いやなんかね、実は私たち二人M1 に出ることになったんです。すごい。なんか喜んでくれてる。すごい。頑張って。一応。もうネタができたのでちょっとまだ見てもらったことないんですよ人に。メンバーの皆さんからの反応と感想をいただいて自信をつけたいと。はい、なるほど、任せて。いやでもダメなところはちゃんとダメって言ってもらった方が厳しく。オッケー、分かった、お願いします。ちょっと席があるので、ちょっと席を、席を準備させてもらいました待って、審査員に秋元先生おらんやん。俺待って、何や AKB のお医者ないやけん。何の笑いですか今。なんか目が合うから。そら見てる。どうしたらいいの。目合わさんようにしようと思って前見てたんですけど笑っちゃうと思って、でも客見ろって言われてたから見ようと思って、なんか目があったら笑っちゃった。やばい、これやばいね。だってメンバーでこれよ。やばいやばい、純粋に先が見たいんだから。ごめんなさい、もう一回、もう絶対ちょっと何があっても最後までいきます。うん、そうだね、お願いします、はい、何があっても最後までいきます。AKB48 の中西です。大江です。2人合わせて明太子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最悪やん。いきなりどうした。審査員に秋元先生おらんやん。おるわけないやん、 AKB のお医者がないやけん。そっか、子供たちの前で、うん、鶴の恩返しを披露するっていう仕事があるんやけど。そんな仕事ある。私が鶴やるけん、おじいちゃんやって。あー、今日も仕事疲れたの。あんなところに鶴が罠に引っかかっておる。罠じゃなくて、これヘドロから足が抜けないんですよ。もうしんちゃん出てるけど。お礼に一曲歌わせてください。てんてんフライドゲーム。夜中です。夜中です。やめてください。わかりました。出てくれるお礼に着物を持ってきました。わあ、とても綺麗な着物ですね。何ですかこの模様。ギンガムチェックです。わあ、おしゃれやな。曲のタイトルに聞いたことあるけどね。それじゃあ、シュシュを作ってきます。いや、ポニーテールとシュシュやん。もう糸がないのに、どうやって作るんだろう。これ子供たち絶対喜ぶよね。絶対こうなるって。どうもありがとうございました。歌唱力、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 
ちだからさっき言ってたよ、笑わなきゃいけないのかなって正直最初思ってたんだけど、本当に普通に笑ってる自分がいて、AKB にしかできない漫才だから、めっちゃ頑張ってほしい。ありがとうございます。嬉しい。空間がすごくて、この掛け合いのでずっとこう前のめりになって見ちゃってて、口角もずっと上がりっぱなしでした。本当に面白かったです。よかった、テンポがいい。ありがとうございます。私、さっきスモーク味のサラダチキン食べて、うちが臭いからあんまり喋りたくないなんか話しの関係でもすごい面白くて、二人の掛け合いも面白かったですし、しおりさんの顔がすごいうるさかったですよ。顔がうるさかった。いい意味で。いい意味で。よかったです。ありがとうございます。でも本当に面白くて、すごいテンポ良くて、聞きやすかったです。面白かったです。面白かった。普段からチーム B で活動してて、いつも千代ちゃんとしーちゃんが面白いこと知ってるので、そのまんまが今日見れて嬉しかったですし、なんかもともと AKB のファンから AKB 入ってきたので、すごい見ててワクワクしました。面白かったです。応援してます。すごい面白かったですし、2人の空気感も良かったんですけど、チオリがたまに何言ってるか聞き取りづらいなところがあって、だからそれがしっかり聞き取れたらもっとなんか伝わりやすいのかなって。どこが聞こえにくいとか、なんかしーちゃんがさ、なんかシュシュをやる前の何かの聞き込み、あーそこ曲のタイトルにもあるけどね、あーなんかそういう感じ聞こえなかったとだわりの聞き取りが聞こえたらもっとなんか欲求がすいません。そう、笑い一切なかったもんね。うん、確かにあるけどね。絶対に笑わないでね、もう。確かに、確かに、そこだけだね。それが本当に不安。それだけ。分かりました。すごい面白かった。ありがとうございます。やったー。アドバイスを生かしながら本番ちゃんと突破できるように頑張ります。こんにちは。久しぶり。嬉しい。来ていただいてありがとうございます。どうぞどうぞ。え、別にこのために来たんじゃん。何ですか。いや、違うんです。ご報告。ちょっとやめんの？いや、誰もやめるとは言ってないです。まだいさせてください。私たち二人なんと、M1 グランプリに出ることになりました。おお。漫才を。すごいね。漫才をするっていうことでネタを作っていたんですけれども、やっぱり厳しい言葉をもらわないと、ちょっとやっぱりこう不安もあるから、後輩とかに見せたら面白くないって言うわけないじゃん。言いそうな人に見せて、あ、ミャオさんだ。絶対面白くなかったらおもろないっていう。確かに。宮崎の方に見せたらもう分かる。率直な意見でいいけど、素直に言ってくれるタイプだから。もうめっちゃ期待してんだよ。え？二人に。嬉しい。だから期待値がめっちゃ高い。え？やばい。やばい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 。見せてみよう。はい、まずちょっと見せてみて、本当に一回見せて。すごい、はい、楽しみ、超頑張ります。はい、大丈夫ですか？ハードルだいぶ上がってる。いや、ちょっと怖いですね。ハードル上がってる。いや、あれはやばい。期待があるって思うとちょっと不安ですね。どうもー、 AKB48 の中西です。大谷です。2人合わせて明太子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、最悪。いきなりどうした？審査員に秋元先生おらんやん。おるわけないやん。AKB のオーディションやないやけん。ああ、そっか。でも今度、なんか子供たちの前で、あのところにするが罠に引っかかっておる。あ、これ罠じゃなくてヘドロから足が抜けないんです。いや、それ池の先生抜くで。シーちゃん出てるけど。まあ、とりあえず助けてあげよう。一晩泊めてくれるお礼に着物を織りました。わあ、綺麗な着物ですね。何ですかこの模様？インカムチェックです。いや、おしゃれやな。曲のタイトルにもあるけどね。それではシュシュも作ってきます。いや、もうポニーテールとシュシュやん。でもそんな、どうもありがとうございました。一切笑えない。もう怯えそうだったよ。すごい、ずっと見てくれてた。正直でいいんです、うん、はい。なんかどこで笑えばいいのかわかんない。あー笑いたいタイミングあったんだけど、って言うときにもうすぐ次の話題になっちゃうから、うん、聞き逃さないようにずっと見てると
笑いっていうよりそっちに集中しちゃって、あーなるほど、笑うタイミングがなかった、あタイミングがなかった、タイミングがわからないっていうのは、うん、すごいなんかわかるかも。なんかさ前半の人たちもさちょっと笑ってすぐ静かになって、うんうん、多分聞こうとしてくれたんだろうな、なんかずっとこうなのよ、あー抑揚、うん、ローテーションなわけじゃないの、うんうん、ハイテンションなんだけど2人は、うん、でもずっとハイなの、うんうんうん、なんか落ちるところもないしもっと上げるところもないから、あれ終わっちゃった、あもうちょっとこういう波みたいなのがあった方がいいってことですね、うん、すごいいい意見を言って、すごいあとオーバーに、オーバーもっとちょっとここでやってんだったらいいけどこっちにもっとエネルギーを、なるほどなるほど、ちっちゃいところでこまごまやってるイメージ、あーだった、あーオッケー、でも少し面白いと思う嬉しい、でも AKB のネタは私も含めてだけど主要メンバーじゃないじゃんまあまあまあ、まあはい、何も言わん、何も言わん、何も言えん、何も言えん、だけどそれを全面に AKB をあなんか売り出してるのがおもろかったなんでお前らがやってんだってこれはミャオしか面白くない、そうだよ、その笑いは確かに、でもマジで応援してる、私本当に頑張ってる、ありがとう、嬉しい、頑張ります、テレビで2人を見たいよ、おいやすごいいいとこまで行くと思われて、そうなるように頑張らなきゃ、そうなりたい、でもちょっと、あ、ありがとうね、私ちょっとイベントして頑張ってきて、仕事じゃあね、ありがとうございました、お疲れ様でした、なんかもっといろいろ考えなきゃいけないんだな、お客さんの笑うタイミングとか、いや、難しい、なんかどんどん日が経つにつれてめっちゃむずいって感じることが多い、ただ喋ってるだけじゃないっていうのがなんかほんと実感する、難しい。